こんにちは、図鑑ナンバー203、最強童貞ポケモン、童貞ジムジムリーダー兼ポケモンマスター兼大木戸博士、最強童貞キリンリキです。ポケットモンスター赤緑の発売から22年、一度見たら忘れられない特徴的なフォルムだけにとどまらず、ゲーム内でもプレイヤーの使用に十分に応えられる高い能力を兼ね備えたポケモン、その名もシャドウポケモンゲンガー。ポケットモンスター XY ではメガ進化も与えられ、その人気は未だ健在です。今回はそんなゲンガーにまつわる都市伝説をゲットだぜしていきたいと思います。それでは行きましょう。メガ進化ゲット1、主役の座を奪われたゲンガー。サトシの相棒といえば皆さんご存知ピカチュウですが、もしかするとそのポジションはゲンガーになっていたのかもしれません。当時アニメポケットモンスターの制作会議で、主人公サトシと一緒に旅をする相棒のポケモンを誰にするかという話し合いをスタッフたちは日夜行っていたそうです。数日間かけて行われた会議の末、151匹の中から最終候補に選ばれたのは、ピカチュウ、ポッポ、コイキング、ゲンガー、ピッピの計5匹。この5匹の最終候補をスタッフの投票で選ぶことになったそうです。そしてその投票結果は、ゲンガー15票、ピカチュウ14票という接戦を繰り広げていました。そして実は本当はゲンガーに投票するだったはずの2人のスタッフは、連日続いた会議で疲労困憊だったため、疲れから誤ってピカチュウに投票したとの噂があります。その結果ゲンガーではなくピカチュウが主役の座についてしまいましたが、もし仮にゲンガーが主役になっていたら、アニメポケットモンスターは全く違うものになっていたかもしれませんし、あのポリゴンショックの悲劇も起こらなかったのかもしれません。ゲット2、ゲンガーの鳴き声。初代であるポケットモンスター赤緑から登場しているゴーストタイプのポケモンゲンガー。そんなゲンガーの鳴き声にまつわる恐ろしい都市伝説があります。それは、実はゲンガーの鳴き声は人間の声であり、しかも亡くなった人のものではないかという説です。そしてその人物はポケモンの制作スタッフだったのではないかと言われています。ゲンガーの鳴き声の主とされているのは中橋光陽という人物とされています。この人物はゲンガーの発案やゲンガーを担当していた制作スタッフの一人で、ポケットモンスター赤緑が発売される前に亡くなったと言われています。しかし実際にこの人物が鳴き声を担当したという事実はないので、この都市伝説は残念ながらガセネタのようです。ですがゲンガーの作画を担当したのが中橋光陽という人物であると、長い間噂されていることにはもう一つの理由があります。その理由とは、ゲンガーの鳴き声をスロー再生にすると光陽を許して、もしくはごめんよ光陽と聞こえるとのこと。これはポケモンの制作スタッフが中橋光陽氏を弔うためにこのような鳴き声にしたのか。この次のお話では謎の人物中橋光陽とは一体何者なのか、その正体に迫っていきたいと思います。ゲットさん、ゲンガーは中橋光陽。クチバシティのサントワンヌ号に乗る前にバグ技を利用して、さらに波乗りを使って陸地を進むと、トラックが置かれている場所があります。そしてそのトラックを調べると、アルファベットでゲンガーは中橋光陽と書かれているといった都市伝説があります。またポケットモンスター赤緑のスタッフロールでは中橋光陽の名前を確認することができるそうです。このような噂が長い間囁かれてきたのですが、実際のところはどうなのかというと、まず初めにお話ししたバグ技を利用してトラックを調べた際に現れるとされているゲンガーは中橋光陽、こういった文字は現状確認されておらず、またスタッフロールに関しても中橋光陽という人物の名前は登場せず、代わりにデザイナーとして名前が出てくるのは杉森健さんという方です。この方はちなみに現在でもポケモン公式キャラデザイナーとして活躍されている方になります。また杉森さんが一番好きなポケモンはゲンガーであり、その理由は線が少なくて描きやすいからといった話もあることから、結局のところゲンガーの作画を担当していたと言われる謎の人物中橋光陽についての真相は闇の中ということになります。中橋光陽という存在自体が大きな都市伝説の一つなのかもしれません。ゲット4、ゲンガーとピクシー。
両者とも似たような丸型の肥満体型をしており、非常に似たシルエットをしているゲンガーとピクシー。この両者の間には姿形以外にも様々な共通点があります。共通点1、ポケットモンスタークリスタルのピクシーの図鑑説明を見てみると、姿を見られることを好まない妖精の仲間、静かな山奥に住むというと書かれています。お次はポケットモンスター赤のゲンガーの図鑑説明によると、山で遭難した時命を奪いに暗闇から現れることがあるという。つまりピクシーとゲンガーの両者とも出現する場所が山と記されています。共通点に、ゲンガーはゴーストタイプであり、ピクシーは第5世代までノーマルタイプとされていました。ゴーストタイプとノーマルタイプは互いに打ち消し合うタイプであるため、ゲンガーはピクシーのドッペルゲンガーなのではないかと噂されています。共通点3、ゲンガーとピクシーを比較してみると、後ろのトゲと尻尾の位置、手の形など一致する箇所が非常に多いことが確認できます。体格だけではなく、その他の特徴からも共通点を見つけることができるのです。ゲンガーとピクシーに関するお話はさらに続きます。ゲット4、ゲンガーイコールピクシー説。先ほどの理由からゲンガーはピクシーの体を乗っ取って生まれたポケモンなのではないかと長い間噂されています。それを裏付ける理由としては、まずはゲンガーとピクシーの身長体重がこちら。ゲンガーが身長 1.5m、 重さ 40.5kg、 ピクシーが身長 1.3m、 重さ 40kg と、両者とも身長や体重まで近い数字になっています。次はゲンガーの進化前であるゴース、そしてゴーストの身長と体重を見ていきましょう。ゴースは身長 1.3m、 重さ 0.1kg、 ゴーストは身長 1.6m、 重さ 0.1kg。 ゴースからゴーストに進化する際、身長は 1.3m から 1.6m と若干大きくなっているにもかかわらず、重さは 0.1kg と変化がありません。これはゴースもゴーストもガス状のポケモンであるからと言えるでしょう。ですがゴーストからゲンガーへ進化するとき、重さが 0.1kg から 40.5kg とありえないほど増加しているのがわかります。もともと 0.1kg しかないゴーストがいくら進化したとはいえ 40.4kg も体重が増加するのは不自然であると言えるのではないでしょうか。それにゴーストの時には足がなかったにもかかわらず、ゲンガーに進化すると足が生えているというのも少し気になります。そしてこういった不自然さを合理的に説明できてしまうのが、そう、ピクシーの存在。ピクシーにゴーストの体重を足すと 40.1kg とゲンガーの体重に非常に近くなります。さらに身長ですが、ゴーストとピクシーの身長を足して2で割ると 1.45m になり、こちらもゲンガーの身長にかなり近くなります。またピクシーの名前の由来は、イングランドの民間伝承に登場する妖精ピクシーから来ていると言われています。この妖精は怠け者を見つけるとつねったり、ポルターガイスト現象を引き起こして懲らしめると言われており、ポルターガイストといえばやはり幽霊、すなわちゴーストを示しており、その進化の先にはゲンガーがいる。他にもピクシーが毒系の技を使えることから、これはピクシーの亡骸から放たれた異臭が毒ガスとなり、そこからゴースが生まれ、悪霊となって進化したゴーストが最終的にピクシーの体を乗っ取ってゲンガーに進化するのではないかといった説も存在します。以上のことからゲンガーはピクシーの変わり果てた姿なのではないかと言われているようです。同じようにキリンリキの亡骸から放たれた異臭が毒ガスとなり、そこから考察系 YouTuber キリンが生まれたのではないかという話も今考えました。毒ガスが元となっているのならキリンが臭いというのも納得できますよね。はい、ということで今回以上だったんですが、いかがだったでしょうか。はい、ポケモン関係の動画は結構人気があるので、次はちょっと時間を置いてから戦争にまつわるポケモンの怖い噂特集みたいなことをやっていこうと思うので、この動画最後まで見てくれたポケモンが好きという方、私がポケモンですという方、大木戸博士は漏れなくチャンネル登録お願いします。はい、ということで今日終わり。